皆さんこんにちは、斉藤マクセルです。今回なんですけども、この横にいるバリオニクス君を使って狩人の洞窟を攻略していきたいと思います。狩人の洞窟はね、ここのアイランドのボスに挑むために必要なアーティファクトっていうものが眠っているところなんで、まだ撮ってない方はぜひこの動画を参考にしてみてください。それでは早速やっていきましょう。ここが狩人の洞窟の入り口になってます。で、地図で言うとだいたい座標この辺っすね。では早速入っていきましょう。で、中はね、結構これこのように暗いので、松明をつけて先に進みましょう。中結構暗いっすよね、狭いし。でもね、まあこうやって進んでいくと、まあ当然ね、敵が出てきたりするので、まあ落ち着いて後ろに下がりながら、落ち着いて倒しましょう。まあ一匹ずつやれば全然勝てる相手なんで、さすがに集団でやられるとちょっと危ないんで、まあちょっと後ろに下がりつつ戦っていく感じですね。で、まあ奥に進んでいくと、ちょっとしたね、調査書とかもここに落ちてるんですよ。まあ調査書とか集めてる人はね、洞窟全部回らないといけないですね。こうやってカブロスクス、まあこういうのもあったりします。それでね、問題なのがこのムカデなんですよ。で、毒液吐いてきて自分の防具をぶっ壊してくるんですよ。だから、まあコストの安い布の服を持ってきて、ぶっ壊されたら、持ってきた革と繊維で修理するっていうのがおすすめですね。まあ僕はちょっとめんどくさかったんで、ギリできちゃったんですけど、そっちの方がいいっすね。それでまあ奥に進んでいきますと、まあこういう狭いところがありまして、で奥に見えてんのがあれがアーティファクトです。でちょっとこのままやとバリオニクスは入れないんで、まあ一回降りまして、まあ、中の安全をちょっと確認しながら、まあ気をつけて進んでいくと。まあ今生身なんでね、ちょっと戦うとやばいんで、まあさっさとインベントリに行ってこれを回収して、まあ、逃げますと。これでまあ一応この洞窟は攻略ということで、アーティファクト持って帰りましょう。いかがだったでしょうか。このようにね、バリオニクスさえいれば結構狩人の洞窟は簡単に攻略できる洞窟となっているので、皆さんもぜひバリオニクスをテイムしてみてはいかがでしょうか。これからも洞窟攻略やボス攻略などの動画を上げていくので、もしよければ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回でお会いしましょう。バイバイ。